laufen mit der Firma durch seinen Minibus umgestellt. Man hat das 25 Personen bestellt. ご存知の通りですね、ベルリンは昔壁によって東西に分かれておりまして、東ベルリンはですね、ドイツ民主共和国の首都になります。Herr Endo von der Truck Association und Direktor für Umwelt. Mas 1970年代はこんな。
Das Paper haben Sie sowieso gekriegt. Und das ist die heutige Situation in Tokio, wenn man dann schon viel Wasser fahren kann. Das war 2015, 2003 年の時に4300社あった車両が10万台あったのが今現在このぐらいになって、まあ、東京は Bedingungen leisten konnten. Deshalb sind unser auch Mitgliedszahl und Flottenzahl auch sehr stark untergekommen. Unser Verband hat etwa 80%. でまあ、それに対応するにはやっぱりきちっとしたデータなんだけど、ところが先ほど言った中小経済の技術ができないということで、無限の答えにはそうやってアピールしたりとか、しっかりした意識を。Sind unter umweltfreundliche Phasen にはこれが一番中心なんですが、紙に。ということで、自分が一応コンセプトのペーパー＆編集カム、プロジェクトということなんですが、これがまあ一つエコドライブの中で自らドライバーが考えながらヒントはもちろん出しますけど、登録ナンバー全部で車検証っていうのは分かる、はい、全部データと、プランの前の。Also bis jetzt mit uns? Also dieses Projekt läuft seit 6 Jahren. Wir haben jetzt etwa 3 Millionen Daten. Das ist etwa 1,1 Milliarden Yen, das heißt 10 Millionen Euro Ergebnis mit der wirtschaftlich finanziell. Also, いい選択をしてる。で、そういう進め方をしてる。で、まあ、悪いのに規制をかけるんじゃなくて、いいところをしっかりしてるというような形で、まあ、ヨーロッパの方でも買い取り制度なんてありますけども、はい、まあ、そういった形のものが、この物流の中からも生まれる可能性があるという力しかならないので、そういった形のものをしっかりと把握していくということで、先ほどもちょっとありましたけども、悪い輸送ですけど、こっちの方はすごく結果的には燃費のいい走り方をして、うん、同じスモールサイズのトラックでもこんだけ下がる、うん、だからこういう人たちをいかに減らしていって、うん、こういう上の人たちを作るかというのが全体の総評を出した形、うん、でそれを、会員事業者の人が例えば iPad とか、うん、を自分ちのホームページなどの全体の総評を出した、うん、でそれを、会員事業者の人が例えば iPad とか車を自分ちのホームページから、交通事故を減る、うん、から、社内会社の社内のコミュニケーションが活性化したと、これが一番大きな重要なんですけども、まあ、そういった形で環境支援するということができるということになっています、うん、そういった記入状況ですね、うん、やっぱり最初はうまくドライバーに伝わってないと、なかなか難しいんですが、だんだん良くなってきたら、もうほとんどしっかりドライバーが
管理する、きちっとできるような。え、プロジェクトで1ミリオン Daten? Papier- und Bleistiftprojekt, ne? Ja. Obwohl ganz früher mal glaubt, das würde man in Japan gar nicht mehr benutzen. Ja. Diese Sachen. Und diese Ergebnisse, denke ich mal, die kann man vortragen. Wenn die sich rechnen, finden man auch immer Unternehmer, die dahinter stehen. Wenn ich nur eine Frage ganz kurz haben kann, wie ist denn die Akzeptanz bei den Unternehmen? Machen die freiwillig mit oder muss man die überreden? Ich denke mal, die Zahlen dürften ja jetzt so sein, dass man Zulauf kriegen müsste. あの非常にあの面白い、プレゼンで、非常に印象深い、特にあの結果を見てもですね、非常に印象深い。今回のお話を伺ってですね、私ども、ベルリンでも、非常に、いい形で、しかも、私どもの負担が少ない形でですね、環境にとっていいということ、それを、周りに見、示しながらやっていくということ、そういった部分 の, その戦略においてですね、非常に勉強させていただきたいと思います。私どもベルリン の, 環境交通審議会にも参加していますけれども、そういった中で、そのベルリンの州政府と、あるいは、南米の州政府などと一緒にですね、こういったような形での協力活動、それから、にためになるというふうに思っている。それから紙と鉛筆で300万のデータを集めるというのは非常に驚きでですね。普通考えてそれほどのデータが集まっている。まあ多分世界一だと思います、ね。データ。でぜひね、これは我々が、何度でも。おすすめする機会があればしますけども、ぜひヨーロッパにも広めていただいてね、こういうことをすることによって非常に地球全体の国策っていうか、世界全体の策にもなるので、よりそういうことを進めてもらえれば、我々としては、遠くはるばるベルリンに来た意味があるのかなと、深い地に連れてね来た意味があるのかなというふうに思います。Das ist für die LKW, ne? Und die Kraftfahrer, die kann auch in Privatwagen auch diese Aufkleber dann machen, damit für nächsten Sommer. Dann Autoschlüssel zusammen schließen kann, damit er auch beim Parken so einfach nutzen. Wird dann auch nicht sein Geschenk.